今日はですね、六本木の森アーツセンターギャラリー&スカイギャラリーにて開催中の天空の鉄道物語展に行ってまいりましたので、その時のレポートをお送りします。はい、券がなんと昔のね、硬い切符が渡されるんですね。そして入り口のこのマシーンで、スライドさせますと日付が脱刻されます。入り口はね、上野の駅、1964年の中央改札を再現していまして、上野駅がね、流れています。はい、ゼロ系新幹線の先頭部が展示されていますね。貴重なね、こちらゼロ系当時のポスターなども展示されています。そして面白いなと思ったのが、こちらのゼロ系の座席なんですけれども、ちょっと今にしては小さい大きさなんですね。なんでかなと思ったら、当時の日本人の体型に合わせて作られているということでした。ヘッドマークの展示も数多くありました。はい、こちらさよなら国鉄のコーナーへ参りました。国鉄が終わり、はい、こんにちは JR の、日本各地の JR のこのようにヘッドマークが展示されています。そしてこちら橋本龍太郎さんですかね、右上で手を挙げられていますが、国鉄が終わり JR になる際のいろいろな記念のものが展示されています。こちらは青函トンネルのコーナーですね。青函連絡線が終わるというポスター、情緒的な言葉が書かれています。はい、青函トンネル、こちら昭和63年にね、開業しましたトンネルなんですけども、その際のね、いろいろな記念品も数多く展示されていました。その中でちょっと気になったのが、こちら中曽根康弘さんが揮毫された青函隧道の入り口の火のオブジェですね。はい、続きましてこちら寝台特急のコーナーですね。日本2大寝台特急トワイライトエクスプレスのヘッドマークが展示されています。一度乗りたかったです、僕もね。そしてもう一つ、北斗星ですね。乗りたかったです、でもね、結局乗れませんでした。はい、ヘッドマークですね。そして目玉がこちらのトワイライトエクスプレスが、再現された、コーナーがあります。なんか木造でね、再現しているみたいなんですけれども、中はとてもね、リアリティがありまして、多分このプレートなどは当時のものだと思いますね。そして中、 A 個室の中はこのようにソファーがありまして、なかなか居心地が良さそうです。あ、車掌さんもね、いらっしゃいますね。そして次はこちら食堂車ですね。いやー、こんな綺麗なところで食事したらさぞかしね、美味しいご飯がね、食べられたんでしょうね。ステンドグラスもね、綺麗ですね。このトワイライトエクスプレスを出ますと、はい、日本全国の JR の制服が展示されています。正直ね、この後はパネル展示がメインだったりとか、段ボールで作られた SL があったりして、正直評価がちょっと分かれるところだと思うんですけど、僕はこちらのね、青函連絡線のコーナーが、かなり気に入りました。当時のグッズが数多くね、展示されています。はい、下にありますのがいろいろなね、青函連絡線のね、マークですね。イルカさんのマークなんですね。そして情緒的なポスターですね。そして窓の外は東京タワーと東京の街並みが見渡せます。